神宮寺さんはほぼ人外だと思うと先に伝えておきます、ね。はい、はい、残り1人外候補が今ちょっと見つかってて、ニポサがいる。キッチュイン。はい。そして配電盤に行く。ほい。ナイス相談です。ナイスです。ナイス。うん。申し訳ない、ちょっと間違えて押しました。間違えてないね。間違えて押したの。間違えてない。間違えて押したんだ。ああ。僕釣ったらじあ本当に白なんで危ないですよ。本当やめてくださいね。考えてください。大丈夫ですか。もうむちゃくちゃな痴漢者乗りじゃないと。死ぬと思って遊んでますが僕今。エンジンか宿舎に沸かしてくれ。あざす。ブルコンさんがいましたね。イエス。マシャードーズ。ヒカーマッシャ。爆速で直した人いましたね。はい、停電速直しボーイことしょぼすけでございます。しょぼすけボットで毎週水月水金やっております。よろしくお願いします。停電速直しアピールから村を村の宣伝入んの。村の方たちはすぐに出します。宣伝効果薄そうやけど。俺は停電を直すぜ。メインうん。あっちか。ああ、これは、まあ、いっか。力いくの、はい。おう、ああ死んでたマシャカリさん。ラウンジと、貨物の間の階段のとこで死んでました。いい、あ、なるほど。あの停電僕直してないんですけど、証拠の右で真ん中が最後に上がったの見たところで終わりました。じゃあ本当に直した人は誰ですか。僕展望デッキで直しました。はい、合ってると思います。右と真ん中です。じゃあヒカックさんはできないですよね、さすがに。そうっすね、はい、うん、僕はシャワーから上がってアーカイブなんですけど、誰かいたな。あ、俺がアーカイブから、リフトの右に、あ、でも最後かな、俺最後はリフト右だから。そうですよね、うん、メインシャワーだったりで誰かおったんやけど、ちょっと忘れた。ね、神宮寺さんアーカイブにいましたね、停電直前。通ってます。最後リオンさんとメインで会ってるって感じですね。そうですね、一応右から来てる神宮寺さんと左から来てる私がクロスしてる感じですよ、ちょうど。でね、フ、はい、ルコンさんは除染に入られてて、で私より先に出て行かれてます。 で入れ替わるようにしょぼすけさんが除染室に入ってこられて、はい、私はそれを出てメインでもう一個タスクして歴を降りてます。ゲイさんからしょぼすけの白出ますよね。お肉一式に難しいと思います。弁当とか使ってスーパーキルしない限りは無理です、はい、多分左側には影村さんと源さんを置いてくる感じで私が右行ってる感じかな。フルコンさんもいたような気がするけど。うん。うん。うん。リオンさん、どういう立ち回りでした？すみません。立ち回り。どういう立ち回り？すみません。私、エンジン向きからのコックピットタスクして、そのままメインホール抜け落としたときに武器庫に入ってく影村さんと、はい、エンジンルームで配線してる源さん。あほほ。を、死にした状態でフルコンさんと多分一緒にメインホール入った瞬間に停電。エンジンルームで配線してるゲンさん、序盤の方ってもう多分必要ないくて、多分後半に左にいる人だけを出す場合じゃないですか。あ、そうだから左側、ん、
あれ右ですよね。右ですよ。右のキルなんで、後半左にいる人が絶対白なんで。いや、そうだから左の人はできないよって言いたかっただけです。なるほど。そうそうそう。とりあえず、リアル私エンジンルービー行ってないです、このターン。え俺なので、2000問です。じゃあ、シェイク。私はアーカイブ脇だもん。シェイクスピアじゃん、それ。シェイクスピアとか。絶対言い直したんだけど。でもそんなことあるか。え、私見間違えた、誰かと。ナイスボタンです。まあでも結局左側にいる人をまず洗った方がいいんじゃないですか。その比較さん以外で、はい、いないんですかね。うん、いない。まあ、ならいない。端でいいんじゃないですか。あ、ドズルさんどちらでしたっけ。僕初手はエンジンなんですけど、エンジンメインエレクトリカル最終神殿図でマシャカリさん死んでるの見て終わりです。どんぐらい前ですかそれ。あ、でも神殿図開いた瞬間死んでるボタンでした。あー、なるほど。うん。じゃあちょっとなんか全体的に右にいるって話なんですよね、多分これって。うん。でもキルタイミングって結構新鮮なキルなんですかね、これ。それだ。最後にマシャカリさんを生きてるの見た人って誰なんですかね。生きてるとこ見てないな。見てない。貨物でずっといたんじゃないかな。そうだね。だいないってことは貨物にずっといたってことだと思うから。うん。2人で貨物に湧いた人とかもういない。貨物は来ました、マシャカリさんだけ。貨物は神宮寺なんですけど、はい、見てないですね。で、ラウンジアーカイブ、シャワーメインで入ってるんですよ。で、シャワーのところ、アーカイブとシャワーのところで高田さんと中野さんに会ったっていう感じですね。はい、はいはいはい。だと思う。うん、キルクル的に神宮寺さん無理な気はします、うん、俺目線は。まあそうか、そこまで言ってるもんね。ちなみにアーカイブ脇は影丸さんと源と高田さんだったと記憶してます。はい、間違いないです。でそれを置いていく形で、うんうん、シャワー、とかメインの方行きました。リオンさんの停電になった後の経路教えてほしい。いや、あれ私古川さんと一緒にメイン入ったと思うんですけど、メインでなんか停電になりましたっておっしゃってたんで。そうで、実際にメインの、まあ、多分真ん中ぐらいで多分神宮寺さんとクロスしてる。お、最後クロスしてます、ね。そう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 。なるほど。でボタンみたいな。はい。はい。僕目線、リオンさんはエンジン側から来てるように見えています。おお。うわぁ。合ってんじゃない。いや、これ、絞り来てる。あ、そんな、そん、ん？いや、これ、でも。どうなってんだろう。今の話だとつなぎならないですよね、さすがに。多分右にいるんで、うん、白は何か出せるけど、オッケー。ああ、いっか。あれ。ごめん。そこさん、いや、多分同時発見ですね。はい。はい。はい、貨物の上あたりで、しょぼすけさんの死体です。貨物の上。はい、ね、停電、俺が停電直したんですよ、貨物で。はい、でその時は、全然キルの、あれ、なんか出なかったんですけど、はい、直して、直した後に、ちょっと右側行ったら、死体のなんだろう。キルがでボタンが出たっていう感じなんで。ちなみに何秒以内のキルですか、中野さん。いやー、俺目線10秒以内、10秒ぐらいですかね。ちなみに、あ、いやです、トイレのキポキポのタスク、ラウンジのを私やってたんですが、最後にフルコンさんが下から入ってこられました。あ、いや、僕、アーカイブ側から行ったんですよ。あ、ちょっと待ってください。ドズルさん、弁当見てないですか、今、貨物の。あ、僕見てないです、ごめんなさい。僕見てます。貨物の下の弁当開いてて、入って行きました、多分。
誰がすか？誰か、あ、いや見えてないです。診察側から、ベントが開くのだけ見ました。あ、マジですか？はい。ゲイさん、あの僕ラウンジで一瞬すれ違ったと思うんですけど、で僕右上の配膳タスクやって、はい、ラウンジ側から同じトイレやったんで入った。っていう主張もできますか？殺してから来ることも可能かなと思います。あの貨物上だと。いやなんか、うん、俺結構発見多いね、多いんで疑われると思うんですけど、俺シェリフです。あ、いいね、言っときます。あ、いいね、はい、いいね、釣られると思うんで、はい、ん、え、釣られるんですか？いやなんか結構発見多くないですか？俺ローラー対象にはなりうるし、なんない、うん、大丈夫、今これで発見すごい、はい、いいと思います。はい、しもさんまさかりさんにシェリフいないと思うんで、はい、10秒前に心電図で死んでるのを確認しているので、うん、停電になって3秒4秒ぐらいで死んでます。あ、で勝也、うーん、あと左に高田と神宮寺がいて、はい、神宮寺さんはほぼ人外だと思うと先に伝えておきます。あ、一応なんか理由の方はキッチン脇直通でアドミンに行って初動で湧いて、キルクルが溜まっていない時間にもかからずアドミン見ていたので、神宮寺さんほぼ人外だと。タスクの直通でアドミンまで向かって。なるほど。了解です。あともう一回押します。もう一回押したいです。もう一回押したいです。はい。弁当入ってる人絶対いると思うんで。はい。まあただ自分でもキルできないはずなんで。それだけ。了解です。押したので、あと2ターンぐらいで終わるかな。全然ない。これさん何してんの？あら、はい、はい、お、リオンさん切れました。なぜかというと、まあ、高田さんが神宮寺さん黒いって言っておっしゃってたじゃないですか。はい、で、だとしたら神宮寺さんが、シャワーとメインあたりで、リオンさんをかばってるというか、なんていうの、左から来たような気がするっておっしゃってたんじゃないですか。うん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 、で、俺はちょっとリオンさんちょっと怪しいなと思ってたんで、ちょっとやってみたら切れましたね。で、これ、この2人は繋がってますね。うん。もう。で、あげです、はいはいはい。残り1人外候補が今ちょっと見つかってて、はい、カメラ見てた時にエンジンルームで影丸さんが見えたんですけど、うん、あのパチのタスクすぐ終わるタスクのところで、うん、多分5秒以上動かなかったので、はい、多分キルクルが入れてるんじゃないかなと思います。時間がかかったのかな、影丸は。いやでもあれめっちゃ硬かったんですよ。あ、硬かった。多分あそこ錆びてるんで、みんな行くとき気をつけてください。なるほど、あなるほど、錆びてるんです。恐ろしか。いやもう最後の高田さんのあれでもう決め手が、あー、よかった。はい、ありがとうございます。まあ、マッドメイトはゲンさんに入れてください。じゃあ、んいや、あのマッドメイトはゲンさんに入れてください。わ、神宮寺さんだと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。自悪か。あー、カメラ気づかなかったわ。マジかーい。ナイス。悪くねえと思ったんだけどな。いや、しかし、悪くねえと思わなかったわ。え、ようわかったね。あ、いやー、全部されてる。うまいよ。私一個も嘘ついてないよ。いや、そうだよ。めっちゃ怖かったよ。すごいな。神宮寺さんとメインでするのクロスしたの嘘じゃないよ。いや、なんか元高だ。最後のボケちょっと影丸さんと右側ですれ違ってる。それ僕が言わなくていいわけです。うまいな。いや、最初神宮寺さん白かったからさ、左から来たんだなって本当に思ってたんだけど、高田さんがあの発言で、あ、もう今日プロなのかと思って、恥ずかしい。そろそろアドミン壊さなきゃと思ったら高さん入ってきた。一瞬で決着つきました。影丸さんマジでごめん。いや、じゃあこれ俺が悪い気にしました、あれは。マジですね。もうなんなら高田さんに白出し準備までしてたの。嘘言ってないのに切られたよ。えええええ。いや、ちょっと。カメラ気づかった。いや、なんか停電中、停電の後の経路言わなかったから、なんかちょっと怪しくて。うん、あ、その通りだよ。うん、そう、うん、その通りだよ。いや、恐ろしい。綺麗でしたね。いや、綺麗にやられました。爪が磨かれてきてるな。素晴らしい。いや、申し訳ない、気をつけます。じゃあ次行きましょう。はーい、お願いします。はい、お願いします。よし。